ビックシュルセールは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地ーキ県、カンタル県のコミューン。セール、川谷の中にあり、上流にある、ポルミナック、下流のティーザックとともに、スタションベルトとなっている。ビックを流れる、セール。ビックシュルセールの2007年度の住宅は1413軒で、ホテルの部屋は240室あった。ビックは、 セール川谷にあるかつての小さな温泉地であり、ボルカンド・ーベルニュ地域圏自然公園の入り口にあたる。ビックのある場所は谷の底である。古い氷河の侵食のけ、ビックはベルジックの町と境界を接する怖いヤン高原の間にある。古代のローマ街道、ビア・ケルティカがプロンブデュカンタル・ミネへ通るパレロルの南にある。ビックの旧市街は溶岩石で建てられ、 スレート石で覆われた。市街は谷の東側、標高680メートルの地点である。122号線、メゾンでプランスドモナコビック旅行を推奨する、パリオルレアン鉄道のポスターマダガスカルジョーラナバロナ3世は、1903年にビックのグランドホテルに滞在したフランス革命まで、街の名はビカンカルラディスであった。ビックレバンの名は19世紀の観光ガイドに、 登場する。ビックとは、かつてのビッカス、当時ビゲリーの本拠地が置かれた、城の麓にあった村の名に由来する。自ら与えたというよりむしろ、ビックシュルセールの名は、フランス革命時代、国民公開の頃に町に与えられた。その頃のカルラデス地方は、オーリアックの優位性を廃止したのである。中世、ビックで、幼年時代を過ごしたナ二人が有名なトルバドゥールになった。 ピエールドコル、オーリアック修道院で学問を収め、愛のレッスンの文学トーナメントで勝ったピエールド、ビッグである。校舎の名は父親が領主であった町にちなむものである。ビゲリーはセール領主ギオームに属し、その本拠は1279年にはビッグ城の中にあった。1266年、カルラ施設の認定は地方の領主によってビッグ城を前に、 教会の中より、むしろ墓地にて署名されていた。ビッグの教会は、オーリアック修道院の小修道院であった。町は、幾度も戦争に苦しめられ、荒らされ、少なくとも3度破壊された。1265年、アプションのコントゥールに指揮されたルファルグーの山の民たちが、12世紀に建てられた由緒ある教会を破壊した。教会のモディロンが、今も残る。 二度目は1379年でイングランド軍を率いるエドワード・クロ大使がカルラを制圧した時だった。彼らは古い城を破壊して放棄し、略奪し、火を放った。14世紀、カルラ死者区領は138世帯を抱えていた。ビッグの10分の1税はかなりのもので、1329年にボアセの貧者のクラディス会が設立された際領主、イザベルド・カルラは、 ライムギを90ビュッシェル。1441年、アルマニャックハク・ベルナール7世は、カルラシ者区領の司法を改変し、1570年には、条約によって総督が治めるようになった。総督は、生体の祝日の礼拝行進で、名誉な地位を占めていた。同じ年、ビッグにカルラデス地方の裁判所が設置された。丘に面した弓道沿いに公主台が設置され、その広場は、 ルロシェでパンデュー、吊るされる岩と呼ばれた。そこは、セール川谷を見下ろす絶好の場所であるため、現在も興味深い場所となっている。1567年以降、カルラデス地方は、ラングドックから侵入したカルバン派の流れ者たちの、暴力や略奪に苦しめられることになった。メルル隊長に率いられた彼らは、ミュールド・バルズを攻略して、 そこを本拠地とする前の1575年に3度も町を荒らして火を放った。1583年まで裁判官たちはオーリアックに避難していた。1603年カルラ城が取り壊されるとビッグはカルラ死釈領唯一の首都となった。1643年にはルイ十三世がカルラ死釈領をフランス側について 領地を失ってしまったことの保証として、モナコ港、己に聖、グリマルディに与えた。白爵の裁判所の場所は、ビッグのメゾンでプランスドモナコ邸にあるように見せながら、一方裁判所は、王室の大管区に残っていた。19世紀、ハイドロテラピーが活況を見せ、多くのガイドが、ビッグの水の冷たさ、鉄分眼誘導、柔らかで、重炭酸ナトリウムを含むといった水源について述べた。 パリオルレアン鉄道は、鉄道路線を敷設し、宣伝のため2軒の大きなホテルを建てた。第一次世界大戦後、ハイドロテラピーは徐々に治療法について、全体的に不満を集めるようになり、ホテルは閉鎖された。1941年、児童救済機関とキリスト教友公共会が、ビッグのトゥーランクリブ会館を中心にオープンした。そこには、 80人のユダヤ人の子供たちがまとめられ、彼らと一緒に、牧師ャケの妻ジャクリーヌ・バンさんが新監督者に任命され、公式に権限を持っていた。1944年3月1日、ゲシタポはオーリアックで144人のユダヤ人を一斉検挙したが、ビッグでは逮捕者が出なかった。しかしここには、民兵の県本部が置かれていたのである。 サンピエール教会カンタル連山の南北に位置しているため、カルラデシアン方言は、オーベルニャ方言にもラングドック方言にも似ていない。長い間、カルラデス地方は、カタルーニャと密接な関係を維持してきた。旧世紀、バルセロナ博ボレーが若いオーリアックのジェルベールと共に、オーリアック訪問を行っている。ビッグを含む地方は、バルセロナ博圏やラゴモウの総主権下に入った。 これらの理由から一部の人たちはカルラデシアン方言の話し言葉にはカタルーニャ語の影響が見られると信じている。ビッグにフランス語が新しく導入されたわけではない。実際、カルラデス地方が王領になったのは1532年、オーボ・ルイーズ・ド・サボアが死去した時である。成文法の下で、地方は直接パリ高等法院の権限に属していた。このために町には、 かなりの人口のオーリアックの神学校やトゥールーズ大学、パリ大学で教育を受けた聖職者たちが暮らしていた。だからこそ、ビッグからは、アカデミーの会員、ルイド・ボワシー、文学神メルキュールド・フランスのオーナーだった哲学者、ジャン・サファーリーといった人物が輩出されたのである。オック・ゴノルネサンスは19世紀にフェリブリージの影響を受けた。ビッグにて、マルグリット・ド・バロアは、 ブレーという二人一組で踊る、ワクワクするダンスを発見し、パリの宮廷に広めさせた。ジョゼフ・カントルーブは、自身の著名な著作の中で、バイ・レオをテーマにした歌曲を集めた。オーベルニュの歌では、あなたは、オーベルニュの色彩や風景を反映させたオーケストラを、聴くことができる。参照元、1999年まで、リヘス、2004年以降 INSEE、e、ビッグシュルセールの、 主な産業は観光である。スタションベルト、ビラージュドネージュとして認識されており、夏には快適な気候が好まれ、冬はリオランのスキーリゾートに近い。ビッグには工業区域があり、二つの企業が機能を置く。一社は185人を雇用している。キッチンやバス周りの布製品を製造するピラン社である。ありがとうございます。